より禁止にした方がええって。産経新聞2023年1月8日、中の国が開国。入国時の隔離撤廃。訪日客の本格的な増加は未知数。怖い。記事によりますと、中の国の政府は8日、コロコロリンの対策を抜本的に緩和し、入国者に義務付けてきた強制隔離を撤廃した。春節の時期に何すんねんよな。厳しいゼロコロコロリン政策の終了で、開国し、旅行や出張で、海外と行き来しやすい環境が整い始めた。行ったらあかんで。ただ、海外、団体旅行は停止されたままで、訪日客が本格的に増加するかどうかは未知数だ。ああ、停止されたままやねんや。このまま乗り切ってほしいよね。中の国の政府はこの日、コロコロリンの感染症分類を隔離が必要ないレベルに引き下げた。これまでは入国直後に8日間の隔離が義務付けられ、渡航の障害となっていた。中の国のオンライン旅行大手、トップドットコムグループってところは8日に日本に向かう航空券の予約件数は7日と比べて4割増となったと明らかにした。なんで来んの？とはいえ、流行初期から一部を除き停止されていた海外団体旅行は解禁されていない。海外団体旅行が解禁されていないことはちょっとラッキー、よかったやねんけど、なんでこの時期に開国するのよ。こさつきまんまんやろ。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですけど、先人の書を紐解けば今行われていることがわかんのちゃうかなと思って、左の翼のフィルターが入ってないであろう書籍を読み漁ったんですね、斜め読みで。でも戦の争前に書かれたものでも、こっちのふりした左赤勢力やってんなっていうやつがいらっしゃいました。そもそもは社会統計の実にお偉い肩書き立派な素晴らしいとされる先生とお仕事させていただく光栄な機会に恵まれて、その仕事がつろうて仕方がなかった。政治学者ってこの程度でなれんのかいな。社会党ってなんなん。その時の責任者の方が定年後、トモさんの党員として生きる宣言をしたって聞いて、ああ、だからあの時理不尽やったんや。でもあのおっさん、社会党信奉者ちゃうかったって思ったんですけど、後に分かったんが、社会党は社会の窓主義インターナショナルという、やっぱり、厄介な国際組織に加盟する、あかん人たちやったんですね、ダメな人たち。で、社会の窓主義インターナショナルって、トモさんの、あ、トモさんは共産やねんけど、コミッテル国際共産党第3インターナショナルと、もともと同じ組織やったんですよ。第2インターナショナル時代。日本共産党と中国共産党、世界各国の友さんの党は、コミッテル国際共産党第3インターナショナルの一支部同士、同じ組織なんですね。それを言うと、コミッテルはもう消滅した、言うて。イラってする方、ムズってする方いらっしゃると思いますが、コミッテルの正式名称はコミンのテルン。余計なの挟んでますけど。コミッテルって亡くなったふりしてるだけちゃうのって見てるとしっくりいきますよ。コミッテルには指導団体なるものがいまして、ありまして、それが自由なお総面やって私呼んでるんですけど、そのものズバリの名前を言うと後々やばいような気がするんで、自由フリーお総面メイソン。都市の伝説のチャンネルでは、憧れの神秘的な互助団体みたいな紹介のされ方してて、一部の人だけが悪いことしてんね、みたいな。こと言ってんねんけど、それ鵜呑みにしない方がいいと思うねん。その人たち大丈夫かなって、あ、今のところ大丈夫やねんなって。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれないところが、今現在でんでんじいさんがやってるところ。お米の国って書くところやねんけど、世界を牛耳る大きな勢力がございまして、それがおそうめん屋。盛大なプロレスが行われてるんですね。資本社会ともさん、この三つの主義は、世界を牛耳る大きな勢力の大元が作ったもので、揉めさせるために作ってる。最終的に世界を一つにワンワールドにしたい連中なので、まず国民が選んだという形をとって、資本を潰させて、社会の窓主義の世界にして、後にともさんにしていくっていう計画。我が国日本は資本主義国で、洗脳層負けた国で、日米同盟があるからなんとかなってるんですね。反米すり込んでくるやつって、悪
い酸っぱい勢力込みってる系、社会の窓主義系ちゃうのって冷ややかに見てるといいですよ。この絵の中にはあちらこちらに工作員ってほんまにいます。石化工作員って呼ばれてたみたいで、石化っていうのは赤く化けるって書いて、思想を友さんの主義に変えていくことなんですね。資本だけが自由に楽しく生きられる社会、友さんは必ず辛い思い、痛い思いをさせられる指令によって資本の人たちに一般人に近づいてこようとするので、費用対応しておけばええねん。指令によって近づいてくる人ってめんどくさいやん。無視する、知らんか、推奨。左の翼の連中は身内に厳しくて、省エネ対処法知らねえ、どうでもええねんってやっとけば任務が遂行できないということで、その工作員がお仲間にボコられんねん。自己批判に答えろ言うて意味不明なことを言われて、自己批判トレビアンボコボコ言いたいたあーっていう儀式に持ち込まれはんねん。よく左の翼の勢力の人たちが自己批判なんて塩らしいことするはずないやんって言われんねんけど、ちゃうねんって。あいつらの使っている日本語の単語の意味ちょっとおかしい時があって、ドイツ語やロシロシの言葉を日本語に当てはめとるから、自己批判とか総合批判とか意味違う使い方、仲間がボコるっていう意味になる言い方しはんねん。私は麻生政権下でこれはまずいぞと思ってブログを始めて、2010年に夏のくっそ暑い時にブログを書く心の余裕がなくなり、ついついに移動したんですね。多分きっとついついツイッターって左の翼の洗脳ツールやろなと思って、関わりたくない方を片っ端からブロックして爽やかな環境で始めたんですけど、近づいてくる人たちってやっぱり攻撃的、喧嘩仕掛けとるなっていうやつが結構多かったんですね。で、私そういうやつは無視する、知らん顔、怖いのとか書かれても、なんでこいつに時間使っとらなあかんねんって思って、無視する、知らん顔貫いたんですけどね。やっぱ自分でいろいろするより仲間に自己批判してもらった方がええわって。インターネット SNS では日本人であるならば保守でないといけないっていう洗脳工作が十数年展開されてきましたが、日本の保守論客ってお隣の国、県の国、藩の国、関ともいうところの州の教メディアで活躍している連中で、今まさに騒がれている T1 教の会&お幸せ&天理が主やなと思って見てんねんけど、維新はクリーンな衛生党みたいに思わせたんは天理やろ。文化の人放送局、文化の人放送局の一番最初の当期天理市で青年会議所やったんですね。日経テレコンの検索では文化の人放送局の業種が葬儀業、主として死体埋没準備、葬儀執行を業務とする事業所を言うって書いてんねんけど、何それ怖い。放送局という名の葬儀業の会社のネット配信、私は右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクスちゃうかなって。カール・マルクス本名モルデカイ、自由なおそうめん屋の会員で、底辺の人たちを束にして暴れさせる手法を編み出したおっさんで、万国の労働者を団結せよう言うて、労働組合作らせて国壊しをしようって考え発展。頭ええな。労働組合は労働者のための組織ではなく、赤組織、民主や社民の連中を組織票で送り込んでくる厄介な連中なんですよ。我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなっている国なんですね。資本主義と日米同盟は死守しないといけない。私たち日本国民が考えられないことが世の中で行われてるので、まず資本と日米同盟を守る、自国民を守る、自分を守ることが大切。それには活動家の先導に乗らないこと。活動家の連中がやってることは巻き込ませ、統一戦線工作ちゃうのって冷ややかに見てる方がいいよ。統一戦線工作って同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作を言うねんけど、活動家の連中ってめんどくさいから、とりあえずねぎらっといたらええと思うねん。ありがとう、私たちができないことをやってくださって。陰ながら応援しています。頑張ってくださいねって背を向ける。ファンドゥっていう SNS で旬のネタや情報をまとめてるウェブメディア。2021年3月24日の掲載記事やねんけど、日本では他人に迷惑かけちゃダメって言うけど、インドの人の考え方が素敵だと話題に、
ツイッターのユーザーのある方の投稿やねんけど、日本では他人に迷惑かけちゃダメと教えられる一方、インドではあなたは人に迷惑をかけないと生きられないんだから他人の迷惑も許しなさいと教えられる。生きてちゃ迷惑かけるのが当たり前だから、自分も困ったら頼ってよいし、他人が困っていたら積極的に助けようという考え方すごく素敵って書いてはんねんけど、迷惑をかける前提でやってくる人結構多いので、知らん顔しといた方がええでって私は思いました。いろんな考えがあっていいと思うけど、やっぱ他人に迷惑をかけないように努力して、それでもちょっと残念なことになった時に手を差し伸べてもらうっていう考え方の方がええと思うわ。他人に迷惑をかけて当然と思っている人たちと接するのは時間の無駄やと私は思っている。他人に迷惑をかけないように生きてて、それでもってやってると誰か手を差し伸べてくれる。それが日本社会やと思うねんけど。